ジャン・マルク・エローは、フランスの政治家、社会党所属。フランソワオランド政権にて、第20代フランス首相、第23代外務、国際開発大臣を務めた。1997年から、首相就任まで、国民議会の社会党会派の長も務めた。1950年1月25日に、メーヌイコールエイコールロアール県モレブリエの労働者の、 家庭に誕生する。地元の聖女セフカトリック中等学校で基礎教育を受け、それのリセコルベールに進学した後に南都大学でドイツ語を学んだ。1969年から1970年にかけての一学期をドイツのビュルツブルグ大学で過ごした。1971年にドイツ語学士の学位を得て卒業し、翌1972年に 中東教育の教員適正証明を取得した。ルゼで教員に仮採用されている時期、なんと地域に泊まった。1973年から1986年の国民議会選挙の間、エローはドイツ語教師として、近郊のサンイコールテルブランで働いた。青年期のエローは、農村部の青年キリスト教会のメンバーであった。フランソワ・ミッテランがリーダーシップを取り、 フランスの社会主義者が大同団結した1971年のエピネ大会に参加した。エローはサハグループの一つ、ジャンポプランの党派と結びついた。1976年にロアールアトランティック県議会の議員に選出された。ついで1977年に何年成功のサンイコールテルブランの市長に就任した。27歳というのは、 人口3万人以上のコミューンの主張としては最年少であった。1982年にエローは県議会を離れた。なんとの社会党党大会でオランドと手をつなぐエローエローは社会党国民委員に就任の後、1981年に党の初期に就任した。1986年の国民議会総選挙にロアールアトランティック県選出の議員として、 初当選し、次の選挙でも再選した。1989年には、共和国連合のミシェル・ショーティーが、市長職を保持していた南都市長選挙に、社会党候補として出馬し当選した。以後20年以上その職にある。1995年、2001年と2008年に、再選した。エローが、市長に就任した時の南とは、 地域経済が停滞していたが、1995年に、クラシック音楽祭、ラッフォルジュルネを開催し、芸術による町おこしに乗り出す。その結果、フランス国鉄の予算管理部門、フランス郵政公社の金融管理部門など法人が、なんとに、事業所を設けるようになり、市の経済は好転した。 一方で1997年に南都市の社会党支持者への利益供与の容疑で告発され執行猶予付きの有罪判決を受けている。2002年から南都都市共同体の議長も務めた。1997年フランス議会総選挙でのサハ連合の勝利の後、エローは政府閣僚に指名されなかった代わりにリオネル・ジョスパン首相就任に伴い発足した。 国民議会における社会党国民議会議員団の団長に任命された。エローは大統領候補を選ぶ2011年の社会党党首選挙ではフランスはオランドを支援した。オランドは2012年フランス大統領選挙に当選し2012年5月15日の政権発足に際しエローを首相に指名した。オランドが 大統領候補になるまでエローが熱心に支援をしており、オランドの重要な側近の一人であること、またエローはドイツ語教師をしていた経歴などから、フランス政界ではドイツ通りとして知られ、ヨーロッパ通貨危機を乗り越えるためのドイツとの一層密な連携が期待できることなどが、首相指名の理由だと内外のメディアでは考えられている。2014年3月の統一地方選挙で、 社会党は大敗し、これを受けてエローは3月31日に首相を辞任した。オランドは後任にエロー内閣で内務大臣を務めたマニュエル・バルスを任命した。エロー内閣で外務大臣を務めた元首相のローラン・ファビウスは、エローの首相辞任後もバルス内閣に止まったが、2016年2月11日に行われた第二次バルス内閣の改造で退任した。 この内閣改造で、公認としてエローが、外務、国際開発大臣に就任し、イゴランド政権の大臣まで、バルスを呼び、公認の首相、ベルナール・カズヌーブの下で大臣を務めた。ジャン・マルク・エローが、首相に指名されると、各国のマスメディアがこれを報道したが、アラビア語メディアは、報道に困惑した。エロのフランス語の正確な発音は、 多くの国の交互アラビア語では、男性期を意味する語に三人称単数形所有格の代名詞を付加されたものに聞こえるからである。これに対して、フランスの外務、ヨーロッパ問題省は、EO の音社ではなく、発音しない最後の2文字、LT も綴りに加える解決案を示した。ありがとうございます。